20代半ばにね、とある大富豪と出会って何を教えてもらったのか。周りの社長たちもお金を持ってる人多かったんですけど、時間にゆとりを持ってるっていう人が非常に少なかったんですね。でそんな中、ある大富豪との出会いがあったんです。ほんまに毎日仕事するわけでもなく、本当に衝撃でこんな人いるんだって,って。でね、いっぱい質問したんですよ。どれだけ多くのお金をりに稼いだとしても、多分あなたの生活にはならない。だから、あなたみたいになりたい何かヒントでも教えてほしい。すごい優しくってヒントもらったんです。君のお財布に毎月お金を運んでくれるっていうものを買うんだよ。 王道のね、投資方法を知りなさい。いろんなことを教えてもらったんですよね。僕自身は大富豪にも出会って教えてもらって、ちゃんと働いて、浪費を辞めて、お金のなる木を買い続けていったと。で、結果どうなったかっていうと、お金のなる木が育ってくれて、物の価値で判断できるから無駄遣いっていのをしないようになって、お金の悩みはなくなっていると。 規模の差とかはあると思うんですけど、でもコツコツとやっていったことは同じなんですよ。稼いで、貯めて、増やして守るっていう、もう皆さんにずっと伝えてることですよね。毎月3万円とか寝てても入ってくるお金っていうのが増えたら、やっぱ景色って変わってきませんかね